毎日キングコングまとめ撮りなんだよ。はいはい、いや、それはそうでしょ。だって毎日のことやから。そんな毎日だってね、そのできないから、まとめ撮りで。で、今その、頭このバットの10回転のやつやって、あとやからもうすっげえ気分悪い。2人ともやってもうたから。ああ、ギョロちょ。いや、でも違う。考えたら分かるやん。いや、違う、でもあれなんですよ。まとめ撮りで、その、もう次のシャープに行ってるんですよ、これ。だからそこはちょっとプロとして、その、じゃプロとしてじゃない。次のシャープとかじゃないからな、それは。それだ、考えたら分かる。これをケツの方に持って行ってたらよかった話で。いや、違う、でもそれは外で生えてるうちに撮ろうっていう。いや、今日さっと晴れやん、よ、アホちゃう。今からも外で撮るわけでしょ。今からのも外で撮りますけど。じゃあこっち先にやった方がいいんだよ。絶対後半の方がいいし。いや、違う、でもそれは別にその見たか、ちゃんと天気予報目覚ましてる。めっちゃ晴れやで、今日一日中。雨降る気配ある、これ。いや、ない。すごいね、これで雨降れるって思える頭。面白いね、奇想天外やで、ノントが。いや、でも、じゃあ謝って。いや、謝ってっていうか、いやいや、これは響いてるわけやな、完全に。もうだから、なんかもうできないのよ、ついに行けない。気持ちが悪くて、すごく。いや、でもプロなんだから、二人もその、出ます。出ます。その、元気いっぱいキングコングみたいなことでやってるんで、こっちは。え、もう年取ってるしな。そっちが作ったイメージやしな。毎日キングコングのあのロゴとか見ました？見たよ、赤いゴリラの。うん、あんなも元気の象徴みたいな。いや、そっちが作ったイメージやからなって言ったけどな、俺は今な。あのさ、落ち度はそっちにあるわけやから、一回謝って。じゃないと話が平行線やから。いや、違う違う、その、いや、平行梶原がこんな感じになってもうてるやん。俺一番見たくないわ。違う違う、平行線とかじゃなくて、その、いるけど、こいつ追い込んだら飛ぶで。いや、飛ばれたらですけど、いつでも飛ぶぞ。なあ、めっちゃいろんなとこ謝らなあかんで。地獄みたいな日々がやってくる。飛ぼうか。今日飛ぼうか。こっち飛ぶでいいっすよ。飛ぶ感じなんですか、すぐ。そういう、そんな圧で来られたら飛ぶよ。失踪してるわけやから、こっちは。リンガーバッグ全部捨てて。どれぐらい飛んだんですか、期間で言うと。3ヶ月。いや、結構する、それ。簡単やで。いや、違う、でも。死亡説まで流れたんや。ええの、そんな流して。あちら飛ぶで。俺はまだええわ。俺はヘラヘラしてるからええけど、うん、俺家帰って寝たらリセットされるから。それは梶原は溜め込むタイプやから。貯金タイプやから。あ、貯金タイプっすか。飛ぶで。いやいや、それは飛ばれたらですけど。違う、増えて。じゃあ謝ってよ、ちゃんと。え、ちょ、もう何に対してその。いや、だからそれネタ順がおかしいやんっていう、こっちはそれしか言ってないけど。バランスボール持ってきて。いや、ネタ順とか、いや、それは別にその、じゃあ何ですか、別のネタの時に急に我々頑張ります、はいはい、うん、途中でゲロ吐いていい、わけわからへんくない。あれ、あいつら急になんでゲロ吐いたってなるで。いや、じゃあそのゲロ吐けるもん。いや、ぐるぐる回るやつのことで言ってると思うんですけど、うん、あれはこっち側はそのプラマイゼロになるっていう考えでやってるんで。誠意見してよ。誠意見して。ああ、見てほしい。誠意見して。トンボ。誠意を見せて。誠意ってこれだっけ。これ一番わかりやすい。誠意ってバランスボールに乗ることや。誠意ってこれでしたっけ。うん、誠意もな、もう長い付き合いやし、誠意ってこれでしたっけ。誠意ってバランスボールに乗ることや。ここは絶対あかんから。あっち持ってって。ちょっと、遠目でいいので、カメラは全然こっち来ていただいてていいので。ちょっと離れて。え、これで誠意って見せれば。それそれ、もう見つこいぞ。一番遠くの方に行って、走ってって。そう、やるよ。どうもすいませんでしたって言うてな。いや、なんか僕ロケの順番とかのすいませんでした。いいよ。結構嘘つけたな。毎日キングコング。だから、俺やなかったら、ああ、なんだよ。許すわ。やろう。えらいのとも。